か。それではただいまから知事会見を行います。本日知事からの発表事項は1件。野生キノコにおける放射性セシウムの検出についてでございます。よろしくお願いします。お手元にコメントが載っておりますけれども、これを読ませていただきます。先週、鳴沢村富士吉田市富士河口湖町で、採取をした野生キノコから、基準値を超える放射性物質が検出をされましたことから、昨日その隣接する7市町村で検査を行ったところ、すべての市町村で不検出または基準値以下でございました。今回3市町村で基準値を超える放射性物質が野生キノコから検出をされたわけでありますが、その値は健康への影響が現れるような数字ではありませんので、県民の皆様におかれましては冷静な対応をお願いをしたいと思います。また野生のキノコ以外の栽培キノコや野菜、穀類、肉類、乳製品、水産物などの農畜産物につきましては、昨年5月から検査計画に基づいてモニタリング調査を実施をしておりまして、すべての品目のセシウム濃度は不検出または基準値以下の結果となっておりますので、引き続き県民の皆様には安心して県産食品をご利用いただきたいと思います。なお大気中や地表面の放射線量につきましても、東日本大震災前のレベルと同様の水準でございまして、観光客の皆様には安心して本県を訪れていただきたいと思います。いずれにいたしましても、県としては安全対策を徹底し、風評被害が起きることがないよう全力で取り組んでまいりたいと考えております。以上であります。知事からの、コメントでございました。これに関しまして、ご質問を受けしたいと思います。何かございますでしょうか。はい、すいません。読売新聞の斉藤です。3市町村では基準を超える野生のキノコがあるということで、セシウム の半減期は一説によると30年というような話も聞きますし、相当な長期戦というか長期的な取り組みが必要になってくると思うんですが、そこら辺の見通し、あるいは意気込みを伺いたいんですが。ご指摘のようにセシウムというのは主として2種類あって、1種類の234ですか、これは2年でしたけど、で237が30年でしたっけ、ね、134が2年、137が30年、したがって2年の方は2年経てば半減してくるわけですけれども、30年続くものもあるわけでありますから、おっしゃるようにかなり長期にわたるという可能性はですね、大いにある。もちろん雨によってこう流されてだんだん少なくなる、あるいは地下浸透して少なくなると、そういうようなことはあると思いますけれども、いずれにしても今年来年で、済むというようなことはない可能性が多いというふうに思っております。いずれにしてもきちっと検査をしですね、その情報を皆様方などを通じて正確に県民にお伝えをし、きちっとその基準以上になったものについては、それを採取しないようにですね、指導をするということと同時に、それ以外の安全な農産物については、不要被害等が生じないようにですね、情報提供および指導をしっかりしていきたいというふうに思っております。よろしいでしょうか。その他ございますでしょうか。参議院の藤原です。結局な、北陸の方で、キノコのセシウムが比較的高い、このことについて県はどう見てるんでしょうか。これは正直でよくわからないということであります。おっしゃるように、鳴沢村富士吉田市富士河口湖町で採取した特定の野生キノコから基準を超えるものが生じたと、昨年も生じておりましたね。昨年は暫定値が500ベグレルでありましたから、暫定値の基準内だったわけでありますが、今年はもう100ベグレルということになっておりますので、基準以上というものになるわけであります。静岡県の小山市の方でもですね、同じようにキノコの発生について、基準以上のものが生じている。長野県や埼玉県についても
野生キノコについては順次のものが生じているということであります。これはキノコの種類等によってこのセシウムのその吸収量というのは異なるようでありますけれども、まあ、比較的吸収をしやすいキノコの種類についてですね、こういう数字が出ているということであろうというふうに思います。まあ、富士ホクロクでなぜ出てるのかっていうのは、いわゆる環境検査、まあ、例えば大気とか水とかそういうものでは あっちの方は全く基準を超えるようなその放射能は検出されておりませんのでですね、なぜ向こうの方のこの野生キノコについて出てくるのかということはですね、よくわからない、という状況であります。まあ、引き続き研究はしていかなきゃならないというふうに思っております。すみません、今知事もおっしゃった通り、キノコの種類によって多分若干違うのかなというのは値を見てて思うんですけども、正源寺とかが去年も高くて今年も高いというような形だったと思うんですけど、今回7市町村で検査を行った時には例えばそういう比較的高めに出てるキノコの採取というのは行われてなかったように思うんですけども、結局地域でこう区分するよりも種類で危ないものを知らせる方のがよっぽど重要なんじゃないかと思うんですけども、結果を見てるとその辺どうお考えなんでしょうか。まあ、ご指摘のようなことは確かにあるかもしれませんですね。例えば、まあ、鳴沢村で、もう正源寺というものと白なめつむたけというものからは、この基準以上のものが出ていますが、かやたけというものにはからは基準以上のものは出ていないと、まあ、いうことがありますですね。それから同じく富士河口湖町でも白なめつむたけについては基準以上は出ておりますが、栗たけとかむきたけというようなものからは出ていないということであります。今回、この、周辺の市町村について検査をして、検査結果はすべて不検出あるいは基準以下でありましたが、これについては、おっしゃるようにキノコの種類は、異なっておりますですね。これはなぜかというのはやっぱり結局そのキノコの種類によってその地域地域でこの発生するキノコが違ってたり、あるいはキノコがこう発生する時期が違ったりしておりますですよね。まあ、そういうようなことがあって今回、検査をしたところでは、不検出ということになっているということだと思います。まあ、おっしゃるように地域というよりもそういうセシウムを吸収しやすいキノコというものがある、そのキノコの種類に着目すべきだということは、ごもっともなご指摘だと思いますのでですね、まあ、これについてはよくよく森林研究所等でですね、今後検討していきたいというふうに思っております。これについてありますか。厚生労働省からの通知によりまして、作物の種類の話ですけども、野生キノコの種類というよりも野生キノコ類という一つの区分でもって検査をしなさいと、モニタリングの検査をしてくださいという通知が来ております。で、私どもも県内 山森林の多い県ですので、県民の皆様に一度も山に入っていただいて安全安心なキノコを取っていただけるように、そのために、検査全県をまたがるような中で、主な食用とされている野生キノコについての検査をしているところでございまして、また今お話がありました件につきましても、知事さんおっしゃるように森林総合研究等でまた研究をしていきたいというふうに考えております。よろしいでしょうか。はい、よろしいでしょうか。はい、その他はございますでしょうか。はい、田中さん。朝日新聞の田中です。今回3市町村で基準値を超えたということを受けて、今後もまだ検査体制というのはそれを受けてこう何か強化したり、した体制を取っていかれるんでしょうか。検査体制はもう出来上がっておりましてですね、かなり多量の検査が
順調にできるような体制になっております。したがって今これからさらに何かその検査機器を充実したりとかですね、まあそういうことは、当面考えてはおりません。今の体制でこの検査は十分できるものというふうに思っております。まあ、しかし野生キノコについてこういう結果が出ておりますからですね、まあ、今後も野生キノコについては、まあ、重点的に検査をしていかなければならないというふうに思っております。はい、その他ございますか。はい、ありました。毎日新聞の春虫です。すみません、知事コメントの中で、三市町村にとって検出されたキノコについて基準値を超えたが、影響が健康への影響が現れるような数値はないとあります。まずこの部分の、基づいたものを教えていただけますでしょうか。健康への影響につきましては国の食品安全委員会というものがございまして、まあ、これは成人大人の場合でありますけれども、仮に 1kg あたり、500ベクレルのセシウム137を含む食品を仮に 1kg 食べたと、しても、放射線による人体への影響は1万分の65、 0.0065mSv であると。で一方で、食品からの被曝量、年間の被曝量の許容量は年間1ミリシーベルトというふうにされております。したがって今回は360ベクレルというのが一番大きいんですけども、まあ、仮に500ベクレルの、ですね、このキノコをですね、1キログラム食べたとしても年間の許容被曝量1ミリシーベルトに対してですね、まあ、1万分の 0.65 ミリシーベルトの放射線の人体への、 この影響だということであります。まあ、そのことからをしてですね、まあ、この仮に、この基準を超える、野生キノコを、食べたとしてもですね、まあ、そう大量に食べるわけじゃありませんでしょうから、健康への影響は、通常現れるようなことはないと思いますので冷静に対応していただきたいというふうに思っております。よろしい。ありがとうございます。もう一つですね、知事は検査を重点的に野生キノコに関してはやっていきたいという話でしたが、どうも国に問い合わせるとですね、野生キノコは他の畑とかで作る農産物以上にそのデータがないとかですね、もしくは人工的な場所で作ってないということで、今国からかかっている出荷制限の指示の解除が前例がなくてですね、非常にハードルが高いということで、多分データをたくさん集めなきゃいけないんだろうなというふうに思うんですが、そういう意味で今年あとシーズンまではあと何回やるとかですね、来年もシーズンに入りしてやるとか、もう少し重点的にということの中身をおっしゃれる範囲で聞かせていただければと思います。まあおそらくもう野生キノコの時期もだいぶもう終わりつつありますからですね、まあ、実際問題、現実問題として今年さらに何回か調査をして、解除するというのはなかなか難しいと思います。解除の条件というのは原則として1市町村あたり、3カ所以上で、直近1ヶ月以外の検査結果が全て基準値以下であると、まあ、その場合には解除しますと、こういうことになっているわけでありますが、まあ、まだ今年の時点ではちょっともう解除は難しかろうというふうに思っておりますが、本当はどうですか。今、知事がおっしゃるように、キノコ終盤に来ておりまして、これからの、採取というのはなかなか難しいところが考えられます。で今回こういった格好で特定の地域というのが分かりまして、まあ、汚染の範囲もある程度分かったところでございます。で今後また来年に向けて、もう検査計画の中で重点的に野生キノコについて、検査を行っていきたいというふうに考えています。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ、この件に関してはその他どうでしょうか。はい
すみません、野生キノコはまああれなんですけど、例えば他に山菜とかそういったものだってこう考えられると思うんですけども、山菜は とりあえずこれまで入ってはなかったと思うんですけど、例えば来シーズン、来春とかですね、なんか考えたりするんでしょうか。山菜もやっぱり山菜につけましても、3月の終わりから4月の頭にかけてから、5月の連休の山菜のピークになるまで、例年の山菜の検査を行っております。で、厚生労働省の方からは、山菜についての種類の指定がありまして、例えば、タラノメ、ワラビ、クノトウ、コモミ、ネオマイタケ、コシアブラなど、山椒、ゼンマイ、時とかですね、そういった種類の指定があってですね、こういったものについて検査をしてくださいという通知が来ておりますので、私どもも年間の検査計画を立てる中で、こういった種類の山菜をに対して検査を行っておるところです。これは24年度の検査実績、11月31日現在ですが、いわゆる林務が担当している、山菜、栽培キノコ、野生キノコ合わせて全部で81検体の検査を行い、山菜については17検体、栽培キノコについては16検体、野生キノコについては48検体の検査をやった、こういうことです。よろしいでしょうか。その他ございますか。はい、それじゃあ発表事項につきましては以上にさせていただきます。発表事項以外の件についてご質問をお受けしたいと思います。何かございますか。はい、時事通信の記者です。9月に続いてまだ特例公債法案が通らないかってことによる交付税がまた11月2日分廃、自廃になるというふうな正式発表が昨日ありましたけれども、県内も市町村合わせて約220億遅れるということで、今回市町村分も財政力のような市町村分も遅れるというのが大きい特徴だとは思うんですけれども、その前回と同じでどのようにこれを捉えていらっしゃるかということをお伺いします。前にも申し上げましたけれども、予算は通りながらですね、予算の執行に不可欠な法案がですね、通らなくて、毎年それが清掃の具というか、内閣を追い詰める材料になっているというのはですね、これは与党は野党どちらが悪いということじゃなくてですね、やっぱりこれは政治としては正常でないというふうに思いますので、基本的にはやっぱりこういうその予算の執行に必要不可欠な法案というのは予算が成立するときに合わせて成立をさせるべきものだと、そういうルールが国会でできることが望ましいというふうに思っております。見解では以上ですね。はい、よろしいですか。はい、その他ございますでしょうか。はい、じゃあ、はい、テレビ朝日の斉藤です。先日は日本自動車工業会が自動車取得税と重量税について撤廃を求めるという、記者会見がありまして、愛知県知事も賛同されているというような話を聞いております。知事のご所見もありましたらお話したいんですが、自動車取得税については前もお話があったわけでありますけれども、確かにその自動車取得税と消費税とが二重課税ではないかというような議論があるわけでありますけれども、しかし、そしてその自動車関連産業が多い県の知事さんたちはですね、廃止ということを言っておられるわけでありますが、この自動車取得税というのは地方税として重要な税でありですね、かつこれは8割が市町村に送られてるんでしたっけね、確か。なんだと思うだかな、8割、かなり市町村にね、その交付されてるんですよね。市町村にとって重要な財源なんですよね。したがって現在の非常に財政厳しい状況の中でですね、これを廃止するということは、適当ではないと、
まあ、いうふうに考えているということであります。確か8割だったかな、まあ、66.5%、 66.5% が視聴する、まあ、そういうことですね。よろしいですか。はい、その他はございますでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあすみません、地方交付税の支払い延期の話にちょっと戻るんですけども、まあ、今回は市町村分も延期されるということで、県内の影響とかですね、あと事態がこう長引いたりとか、今後の見通しをどういうふうに捉えられているのか伺いたいんですが。まあ、見通しは国会でいつ通るかというのはですね、私にはちょっとわからないんですけれども、まあ、いずれにしても今のこの状態が続けばやはり地方公共団体の支出というのは一定のブレーキをかけていかなければならないと、まあ、いうことでありましてですね、まあ、一方で昨日も数字が発表されておりましたが、景気の腰折れが非常に明確になってきましたですよね。そういう状況でありますから、やっぱり今の段階は国も自治体も景気、経済雇用をですねかなり重視したですね、財政運用をやっていかなければならない時期であります。まあ、そういう時期にこの地方公共団体の支出が、こうしたことによって遅れてしまうということはですね、景気にもかなりマイナスの影響を及ぼすのではないかと、まあ、憂慮をしているところであります。まあ、なんとか11月交付分、まあ、9月交付分はこれで11月2日に交付されて、まあ、それで全額交付されることになるわけであります。11月交付分についてはですね、まあ、できるだけ、なるべく早く、交際を特例交際法を成立をして、地方公共団体に交付していただきたいと強く願っていると思います。はい、その他ございますでしょうか。はい、そうですね、すいません、 YBS 鈴木です。すいません、ちょっと予算の話も出たのでお伺いしたいですが、まあ、今回その国の方で、まあ、解散をめぐってですね、まあ、そういった政策をおっしゃいましたけれども、まあ、いつ解散するのかというところが焦点になっています。来年早々っていう見方も強まっている中で、まあ、地方自治体とすればですね、まあ、全国、まあ、当たり前な話ですけれども予算編成等にですね大きくその時期に解散することによって影響があるんではないかという見方もあるわけですが、知事のご所見としてですね、まあ、そういったその解散の時期と、まあ、地方交付税、地方自治体の、まあ、行政運営との兼ね合いについてですね、まあ、どの時期に解散 すべきか、まあ、いわゆるすべきかというかすべきでないのかとか、まあ、その辺のちょっと考え方をお伺いしたいんですが。それはなかなか難しいですね。まあ、おっしゃるように地方公共団体としては予算編成と執行にですね、できるだけ影響を及ぼさないようにですね、まあ、考えてもらいたいということはもう誰しも一致して、認めるところであります。まあ、しかし解散の時期などについてはこれはまあ、総理大臣の高度な判断でありますのでですね、我々としていつ頃がいいとか悪いとかですね、なかなか申し上げにくいことだというふうに思います。まあ、そういう景気への影響その他も十分考慮した上で、総理として高度な判断をしていただきたいと、まあ、願うわけであります。その他ございますでしょうか。よろしいですか。はい、先日通信の記者です。ちょっと話が変わりますけれども、10月17日に東京のホテルで公衆ワインのキャンペーンがあったと思うんですけれども、ね、知事も出席されてて出てたと思うんですけれども ね、 でこのキャンペーンは今年度の1億円臨時予算確保した事業、まあ、目玉事業のスタートアップだったと思うんですけども、まあ、町内からもですね、まあ、全国紙に、まあ、4週連続で広告を打ち出したりしてかなりこう多額の予算を投じているとは思うんですけど、まあ、最初のスタートアップの記者会見にはこうその投じた新聞社の
まあ、記者が来てなかったりとかというふうにこう事務方から聞いたりしてまして、まあ、実際その、電通に、まあ、その事業自体の考え方とかも、まあ、丸投げしてる一部、まあ、いわゆる丸投げしてるところもあったりして、こう連携が部局間の連携を不足してるんじゃないかしてたんじゃないかというふうな話を聞いたりするんですけど、まあ、その出てる出席して、まあ、知事としてどのようにこうお考えになったとか、そういうのが思ったらちょっとお伺いしたいです。公衆ワインキャンペーンについてはですね、まあ、1億円の予算を使って本格的にこのことをやろうというのは、まあ、これは私の判断であります。まあ、ご案内のように公衆ワインがですね大変に質が良くなってきた、そして国内もですけれども、同時に海外でもですね、まあ、そのフレッシュでフルーティーな味わいというものが、この和食に合うワインとしてですね、非常に評価を高めてきている。国内で考える以上にそのロンドンなどではですね高い評価が行われているわけであります。でそういう中で OIV というですね、これは、ブドウワイン国際機構というんですけれども、まあ、そういう国際機関からですね、甲州酒というものが、そして甲州酒ブドウというものワインというものがワインの一つの独立した品種である、まあ、いうことが認定をされて、まあ、アメリカやヨーロッパではラベルにですね、この機関の認定がないとアメリカやヨーロッパでは甲州ブドウというものを使っているということを書けないんですよね。でそれがしっかりとラベルに書けるようになってきたと、まあ、いうことで、まあ、要するに甲州ワインというものが独自の独立した、ワインであるということが、認められている、認められた、国際的に認められたということですよね。でこれは少なくとも東アジアでは、アジア全体でもそうですから、まあ、中央アジアとかそれも調べてませんけれども、東アジアでは唯一国際的に認められたワイン品種ということであります。そういうものでありますのでですね、まあ、この際この甲州ワインというものをですね、県国民の皆さんにその値打ちとか、そういうものを認知をしてもらいたいと、まあ、いうことをですね、まあ、外来のカベルネとかシャルドネというような品種ではなくて、日本人が長年育ててきたですね、そのブドウによるワインなんだと、日本特有の誇るべきワインなんだということをですね、認知をしてもらいたいということでこのキャンペーンを始めてあります。まあ、これによって認知されればですね、まあ、もちろんこの甲州ワインの消費量が増えると、まあ、いうことによるメリットはあるわけでありますけれども、まあ、それ以上に甲州ワインの里という意味での山梨がですね、まあ、カリフォルニアのナパバレーのようなですね、ワインツーリズムの一つのメッカになっているということも予想されて、観光にも効果がありますし、それから甲州ブドウの作付けが増えることによってですね、まあ、農業にもですね効果があるということで、まあ、本県の産業経済にも幅広い効果が期待される、まあ、本県独自の他の県にはないブランドとしてですね、これをぜひ一つしっかりと、国民の皆さんに知らしめたいという思いでですね始めたものだということであります。で、まあ、直接質問されておりませんけども、こういう広告を打つってことはなかなか難しくてですね、まあ、できるだけ平等公平にとこういうふうにやるとですね、しかし一方でやっぱり広告効果ってことを考えていかなきゃいかんということになりますし、するものですから、まあいろんなご批判があるいは出るかもしれんということをあらかじめ想定されたものですからですね、私どもはその点を大変に注意をしてやりました。この5月に、広告代理店を電通に決めたわけでありますけれども、プロポーザル方式を取りましてですね、まあ、そういった6社が出てきたわけでありますが、審査会をこの外部の人を中心にして作ったわけであります。審査会の会長は若林悟さんという山梨県出身で、現在練馬区美術館の館長をして、その前はサントリー美術館の館長をし、その前はサントリーの、広告宣伝部長をやっておられた。サントリーの広告宣伝部って大変有名なそのところでありますが、まあ、そういう広告宣伝の PR 専門家である方にですね、委員長をお願いをして厳正な審査をした結果として、まあ、電通を広告代理店に選んだわけであります。そしてそういう中で一つのこの新聞紙を通じてですね、集中的にその甲州ワインの値打ちというものを PR をしようということでありまして、まあ、そのことをいくつかの新聞社等に対して広告プランを募って審査をした結果としてですね、
まあ、電通としては、ここの社の企画が一番広告効果が高いとご判断をされたということであります。まあ、我々もその中身は聞かせてもらいましたけれども、内容がなるほどこれだと広告効果が一番高いですねと判断をしたから、その社に決めたと、まあ、こういうことであります。で、10月の何日かに、そのあれは何キャン何、オープニングセレモニーに行きましたかね、はい、なんてオープニングセレモニー、オープニングセレモニー、オープニングセレモニーということでですね、いよいよこの甲州ワインキャンペーンを始めますよと、まあ、いうことをやったわけです。まあ、どういう新聞社が来てたか私は知りませんけれども、ワイン関係の、まあ、新聞雑誌、それからいろんなジャーナリストかなり大勢来ておりましたしですね、まあ、具体的に出てる方はオープンにしてもいいんでしょう、はい、どういう人が出てきたかはできます、ね、後で無視になるか聞いていただきたいと思いますが、まあ、それは出てこない社ももちろんありましたけれどもですね、まあ、かなり多くのジャーナリストの皆さんに出ていただいて、まあ、順調にスタートしたというふうに思っております。よろしいですか、はい、その他ございますでしょうか、はい、読売新聞の辰川です。話は変わりまして、明けの処分場についてなんですけれども、以前の知事会見の時にも、知事のご発言があったかと思うんですが、今月中にも施工業者の提訴をしたいということでしたが、今の進捗状況を聞かせてください。まあ、現在弁護士と最終的な詰めを行っている最中でありましてですね、まあ、弁護士の方も現在、まあ、今週いっぱい待ってくれとこう言ってるんですけれども、まあ、何としても勝たないかもんですからですね、非常に慎重な詰めをやっていただいているということであります。弁護士との協議が整ったところで速やかに訴訟を提起したいというふうに思っております。よろしいですか、はい、その他ございますでしょうか。それではないようですので、以上をもちまして会見終了させていただきます。ありがとうございました。